今日ちょっとねご報告を2件やったんで、そのあたりに対してなんか質問とかある方がいれば、まあ、生質問コーナー的な感じで、はい、やっていけたらと思います。いや今日ねご報告2本出したんですよ。もうなんかいろんな気使っちゃって疲れましたね。疲れたんで見て、はい、今日のおつまみカツオのたたき。画質的にはどうなのこれ。なんか最初にそのミルダムの運営さんからいろんな話を聞いてた時に、画質いいっすからって結構そこを売りにしてたんですよね。そうで、ミルダムって実際さ、まあ、やってる人は何人か知ってますけど、実際そんな見たことなかったわけよ。で、まあ、いざ入れてみたらさ、今日のそのしげしげチャンネルのご報告動画の中でも言ってますけど、なんかカラオケ配信があったりとか、なんかいろんな機能が充実してて、あ、これ普通になんか使いこなしたら面白そうだなって思いました。いただきます。ラグ少ないし、バックグラウンド再生できるし、画質いいし、割と最高。へえ、そういうの教えてください。完全に初心者なんで。しげしげさんがミルダムに来た、めちゃ嬉しいです。おお、ケイさんミルダム民ですか。さては、いや、そういうコメント嬉しいです。僕も今日からねミルダム民ということで、コツコツ配信頑張っていきますよ。まあまあな頻度でやると思うんで、よろしくお願いします先輩方。で、逆に言うと、こう僕が始めることによってミルダム登録したよっていう方はね、一緒にこういろんな使い方を覚えてね、楽しんでいきましょう今日からね。今度配信マルチしてほしいです。それはもう全然やる予定なんで。アラミンさんが収入減ったって言ってましたけど、しげしげさんは大丈夫でした。まあ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 厳しい。YouTube のそのなんだろうな、収益、具体的なことは言えないんですけど、まあ波あるんですよね。波あって、まあ、1月はその波のこの低いところなんで、またこっから3月4月とかにかけて上がるんで、まあ大丈夫じゃないかなと。ハラミンさんもね大丈夫じゃないかなと思いますよ。ふみちゃん来た。どれ、あー、いた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 。アイコンかわいいですね。これふみちゃんの新しい書き下ろしアイコンです。皆さんいかがでしょうか。 iPhone を構えてる僕の絵です。究極攻略 TV の動画見ました。しげさんのガッツリプレイも楽しみにしてます。ありがとうございます。究極攻略 TV ね、ちょっとまたやり込まないとなって思ってますよ。名前が重いよね、改めて思うけど。究極攻略ってアルティメット攻略よ。あ、見に来たぞ、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。周回しながら聞けるのが神。そうだよね、パズドラからしたらさ、バックグラウンドで流せたら一番いいよね。究極攻略って主にどんなことするんですか。新ダンジョン攻略とか。そうですね、新ダンジョン、新キャラ、まあそのあたりの有益な情報というかをお届けできればって思ってるんですけど。あー、チャレダンね。チャレダンもさ、なんか割と簡単めだよね。なんか逆にリクエストとかもらっちゃった方がやりやすいですけどね。どういう経緯で戻ったんですか。更新されなくて放置されてたんですよ。で、ある時、まあ去年の冬っすね、12月11月ぐらいに1回僕のところに村井さんから電話が来て、で、これこれこういう状況でもうずっと更新してないんだけど、まあさすがにこのままフェードアウトするのももったいないチャンネルだし、まあ昔やってたからまたやってくれないかみたいなオファーが来て、で、僕はその時ね一回断ったんですよ。っていうのも、その他にもいろいろやりたいことあるし、で、パズドラ動画って今自分のチャンネルにめちゃくちゃ上げてるし、で、言ったらこう差別化できる感じもしなかったし、自信がなかったんですよ。あのチャンネルって結構目の肥えたユーザーが多いから、自分が戻ったところでなんか有益な動画出せるかって言われたらちょっとまあ怪しいところがあって、で、まあ一回断ったんですけども、年明けたぐらいでこんな感じの条件で、こんな感じの内容で、こんな感じの体ならできますっていうのを再度自分から村井さんに連絡しました。なんでかって、その話を受けてからずっとね、そのね、究極攻略 TV がね、頭の片隅にね、ふわふわあったんですよ。で、結局あのチャンネルのこと大好きだから僕、まあ一緒に成長してきたチャンネルだと思ってるんで、で、まあその自分のできる範囲で、まあこんな感じならできそうですっていうのを村井さんに連絡したら、あ、それでいいからぜひお願いみたいな感じだったんで、こういう形で復活いたしました。まあ引き受けたからにはね、もうしっかりやっていきますよ。僕はやるって決めたことはとことんやるタイプの人間なので、コツコツ使命感持って続けるのは得意な人間なのかもしれないですね。逆に苦手なことは
うん、苦手なことはね、多分ね、ロケとかなんですよね。外に出て動画を撮るっていうのが多分苦手です。というか経験がほぼなくて、まあ、本当はね、去年そのしげしげチャンネルが始まった段階からそういうのをどんどん挑戦したかったんですよ。ただもうご時世がご時世でコロナなんで、まあ、ロケの計画を立てるどころじゃないんですよね。ここでは別芸の配信とかもするんですか？本当にもう何やるか分かんないです、自分でも。まあ、いろいろやります。まあ、パズドラがメインにはなるとは思うんですけど、その他にもね、こうやって飲み配信も全然しますし、まあパズドラのマルチが一番やりやすいかな。方針の話で言うと、究極攻略は僕はみんなで作り上げるもんだと思ってるので、思ってるというか僕の中で定義したので、ぜひ手助けいただきたい。まあ、そのトップランカーの方たちとか、めちゃくちゃやってる方たちっていうのが、僕の動画にこうこれこれこうの方がいいんじゃないみたいな指摘が入ることによって、こうね、中級者の方とかがそれを見てこう噛み砕けるじゃないですか。ああそっちの方がいいのか、これこれこういうことなのかみたいな、そういう、まあ、攻略の仕方もあるんじゃないかというか、これからはもうそっちなんじゃないかっていう。ぜひ僕が迷走していたら助けてください。パズドラ始めたのもパズドラ究極攻略 TV を見て始めたので、これからも楽しみにします。やっぱ究極攻略 TV 見て始めた人多いんだね。でもまあハードルを下げる意味でも、まあ、別に利用するわけじゃないんですけど、ハラミンさんとかリオナレさんに声かけて、ポンコツパズドラを究極攻略 TV でやりたいな。二宮さん、パズドラ動画撮ってくんないかな。シンプルに見たいんだけど。だってもうさ、なんか聞くところによると、散々ラジオとかで話題にはしてるらしいじゃないですか。そう、絶対需要あるし、シンプルにそれでパズドラ盛り上がるんですよ。本当に見たいよね。だってさ、普通にランダムとかでもさ、王冠取るレベルらしいじゃん。9周年イベントでありそう。まあ10かな、切りよく。僕が受け持ってた時も究極攻略 TV 結局やめたっていうか、更新が止まったのが唐突だったんですよ。まあこれ別に今だから言えることなんですけど、一時期というか、もうその究極攻略 TV 受け持ってた後半の後半が、広場チャンネルやるからって言われて、あ、じゃあ究極攻略 TV と広場チャンネル同時に頑張ればいいんだと思ってやってたんですけど、広場チャンネルをもっと伸ばしたいという話が、まあ、普通にあって、じゃあ究極攻略 TV どうすればいいんですかって言ったら、あ、もうじゃあやめていいよって言われて、あ、そんなスパッとやめていいんですかみたいな。そうで、広場チャンネルを力入れ始めて、で気づいたらこう広場チャンネルが九州合併というかでアップバンク TV に変わり、でアップバンク TV が気づいたら、まあ村井チャンネルでドッキリが盛り上がっていって、アップバンク TV を更新するのが僕と、まあハラミンさんぐらいしかいなくなって、こう尻すぼみになっていき、アップバンク TV もグループ YouTuber としては更新やめますみたいな感じになっていきみたいな。まあ、いろんな流れがあってね。そう、いろんな流れがあって、まあ、結果的に僕も個人のチャンネルが始まって、で、会社もね、辞めてフリーランスになって、いろいろね、巡り巡って今があるって思うと、なんか自分で望んだ今というよりかは、流れ着いた今っていう感じっすね。正直。IF の話めっちゃありますよ。もし、で言うと、僕が一番楽しかったのはやっぱりアップバンク TV のグループ YouTuber っぽいことしてた時期で、こう企画もいろいろ攻めたものやったりしてた時期だったんで、あれ、あのまま続けてたら別に悪くはなかったんじゃないかなって思ってますけどね。逆にだから今こうやって自宅でこうやってミルダム配信者として配信してますけど、その時ああなってなかったら今こうなってないなとか考えると、まあそういう星の元だったのかなみたいな、運命とかね語り出しちゃうんですけど、そう巡り巡ってるんすよね。巡り巡る風、巡る思いに乗って、僕らは夢の、まあせっかく受け持ったからには何かしらやっぱり残したいし、
波というか起こしたいしさ、影響というか、だからまあどうにか頑張りたいなって思ってます。また忙しくなりますな。そうですね、ミルダムもやっていくし、結局コレクもやるし、かといってしげしげチャンネルはもっと伸ばしたいし、もう割と5万人が近づいてきてるんで、手抜く気は一切ありませんし、ということで、まあ、気づいたらね2時間ほど配信してたんですけども、まあ、初回配信はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。また次の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。